源の頼朝が行った鶴岡八幡宮の北条会。由比ヶ浜で千羽の鶴を放ったと言われる。八幡神は、源氏の氏神北条会とは、捕獲した魚や鳥獣を野に放し、摂政を戒める宗教儀式である。仏教の戒律である摂生会をもととし、日本では神仏集合によって神道にも取り入れられた。福岡などでは、北条屋という。 北条会は古代インドに起源を持つ行事で中国や日本にも伝えられた。金蜜脇最小王業長者氏流水品には釈迦物の前世であった流水長者が大きな池で水が枯渇して死にかけた無数の魚たちを助けて説法をして北条したところ、魚たちは33点に転生して流水長者に感謝法をしたという本章談が説かれている。 また、盆毛行にもその主意や因縁が解かれている。仏教儀式としての法上会は、中国天台宗の海祖知議が、この流水長者の本章丹によって、漁民が雑魚を捨てている様子を見て哀れみ、自身の持ち物を売っては魚を買い取って、法上池に放したことに始まるとされる。また、列詞には、生丹にマを放ちて、恩あるを示すとあることから、寺院で行われる。 法上会の元となっている。日本においては、天武天皇5年8月17日に、諸国へ御事のりを下し法上を行わしめたのが、初見であるが、摂政を戒める風はそれ以前にも見られたようで、美達天皇の7年に6歳日に摂政禁断を、機内に礼したり、水古天皇19年5月5日に、聖徳大使が天皇の有料を、冠したとの伝えもある。年には、 近畿地方を中心とする数カ所に摂政禁断の地が設けられ、定期的に法上会が開かれるようになった。聖武天皇の時代には法上により病を免れ、寿命を延ばすとの意義が明確にされた。法上会は、養老四年の大隅、薩摩両国の早トの反乱を契機として同年、あるいは人気元年に中滅された早トの異霊と滅罪を欲した八幡神の託戦により、 宇佐神宮で、法上会を行ったのが講師で、岩清水、八幡宮では上岸4年に始まり、その後天略2年に直祭となった。明治元年4月24日に、神仏分離のため仏教的信号の八幡大菩薩が明治政府によって禁止され、7月19日には、宇佐神宮や岩清水、八幡宮の法上会は、中秋祭や岩清水祭りに改めさせられた。 本祭開催日も古来より1200年以上、旧暦8月15日の祭礼として行われてきたが、明治の廃物希釈により、10月10日に変更を余儀なくされた。現代では収穫祭、感謝祭の意味も含めて春、または秋に、全国の寺院や、宇佐神宮をはじめとする全国の八万宮で催される。特に、京都府の岩清水。 八幡タグーや福岡県の箱崎宮のものは、それぞれ三直祭、博多三大祭りの一つに数えられ多くの観光客を集める祭儀としても知られている。また、これらの行事には、うなぎの取り扱い業者やフグの調理師などが参加する姿が見られる。名所江戸百景、深川万年橋法上会には花ちか亀や花ち取りなどの行事が行われる。 法上会で亀や魚を逃がすために寺院等に設けられた池を北条地というありがとうございます。